はい、皆さんこんばんは。恒例のローソンの動画がやってきました。今年初ってことでね、ローソンやってきたんですけど、なんでローソンに来たかっていうと、ローソンに置いてある印刷機で、どうしたんですか？いや、普通にあそこにお店の名前があるそっちにね、あとちょっとここ映ってる、そこは大丈夫、あ、大丈夫、うん、切ってるから。それを守ってるから映ってんじゃない？違う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 、違います、こうしてもいいけどね。で、そのローソンにあるプリンター、あの印刷機で桜坂の桜エイトの8人のブロマイドが印刷できるっていうコンプリンができるってことで、ちょっと今日こちらのローソンにまたやってきましたよ。一応狙いとしてかりんちゃんと、またりさちゃんがね、ちょっと卒業発表があったってことで、りさちゃんを印刷しようかなと。いい財布ですね。あ、これですか。お母さんからもらったものなんで、これでももう20年ぐらい前のものだ。その割にすごいなんか状態いいですね。そう、だからお母さんってそういうの使えない人なんですよ、大事なもので、私が分取って剥奪したんです。そう、今年の誕生日ね。なるほど。じゃあまず、どんな感じなのかってちょっと店内も映してみましょう。じゃあジャンプします。では行ってきます。じゃあさ思い切ったのよ今、手で掴んで、こういう感じの、そう、コンプリンやりに行ってきます。じゃあまずコンプリン殺します。で同意しますね。私はかりんちゃんを印刷するので、で L 版ね、 LW。 おー、これ一気にいけないのかな、1枚ずつ横着地を出すんじゃない、横着じゃあ一回やりましょう。じゃあ1000円入れます。あれ、つもりが落ちちゃう。ほい。ほい。これ出るのかな。じゃん。お。まあ、あの生写真ほどじゃないけど、もちろん。でも、これは結構ありかも。なんかね、割とかもうほんと普通の写真の硬さでツヤもある。じゃあここに置いておきましょうか。うん、でもう一枚ありますよね。これめっちゃ可愛いやつ。来たよ、これ私が一番好きなポーズ。ほい、あ、可愛い、お気に入り。光がね、これちょっと今どっちか迷ってるんですけど、これ A か B ね、リサちゃんの。これマネさんだとどっちにしますか？これもう決めました、僕の中では。だからその記号をしてくれるといいなと今思ってます。オッケー、こっち。そう、あ、やってるんかい。50円持ってます。何？小銭入れ置いてきちゃいました車に。はい、あら素敵、領収書はない、領収書出てきました。これ一応ね、はい、ありがとうございました。あ、でもやり方終わりましたね、これで皆さん、うん、ちょっとエンディングは外で撮りましょう。うん、ちょっと今一回外出てきました。なんでかっていうと、なんかマネさんがなんか今面白いくじ引きってないですかって純也さんに聞き始めて今それで選んでます。なんか今んとこね、なんとか仮面ライダーかなんかのアニメのくじ引きがあるみたいで、外から見守ってみましょう。はい、ということで今コンプリンが無事に終わりました。宣言通りそのかりんちゃんの、はい、2種類と、あと記念にね、りさちゃんも印刷してきました。これね、350円ってことで、まあ、ちょっと若干高い感じもするんですけど、でもね、しっかりしてる。割とツヤツヤだし。うんうんうん、まあ、生写真ほどの画質ではないっていうのが、やっぱりどうしてもコンビニクオリティ。まあ、プリンターだからね、ってところなんですけど、私やっぱこのかりんちゃんすごい好きなんで、かりん推しはみんなゲットしてほしいな、思います。でね、これだけで終わろうとしてたんですけど、なんかくじ引き
引いてましたよね。なんかね、すごいくじがあったんですよ。ここにも貼ってないね。極秘の、そう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 。極秘の、え、なんていうやつですか。ちょっと、なんか、リゼロ？知らないものを引いたんですか。そう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 。でもなんか、多分知る人は知ってるって。いやもう、これからどんどん流行るらしいよ。この D 賞、 D 賞、うん、そうリゼロね、ね、これがもう今すごいらしいんだけど、私たちが無知なだけで多分、うんうん、そうそう、もう後の鬼滅ぐらいのことなんじゃない。 G 賞までありましたよね、うん、ABCDEFG まであった中でこの D で引きつよってちょっと引いてましたもんね。そうそうそう、くじ引きだけどこれ好きな人コメントもぜひください。あ、教えてほしいね。ただのくじ引き勢になり下がってでもこれがだから来週2月15日から、うん、私の大好きなねスライムのドラクエくじが始まるんですけど、それがまさにもうこちらでもやるってことなので、次回企画はもう1万円分ドラクエ引いてみた。いやもうそれはもう純也さんが採用してくださったからね。ねえ、もう成り立つわけだ。感謝して。マネさんももちろん引きますよね。うん、まあそうね、だってこんな関係のないものを引いてるだから確かに確かに、その時はね5回ぐらいやっぱ引いていただきたい。ちょっとそちらもちょっと次回はお楽しみにしてください、はい。まあ、でも今日はね、あの桜坂 のコンプリに印刷しましたということで、この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では次のドラクエくじでお会いしましょう。